<music> さあそして、はい、お題がもう一個あるんでいっちゃいちゃおうと思いますよ<っ>悪魔の学校が舞台のいるまくんですが、うん、あお二人の学生時代ツイートを教えてくださいということで in america in america, in america. <But> <laughs> でもですね、はい、僕はもう小学校の4年生ぐらいの時に日本に来てたのであそ,うかそうなんですよじゃあもうじゃあ日本にいる方が長いか全然長いですね<ー>もう今やど,どうなんですかでもやっぱりこの業界に入る前までかなりアメリカ気質が強かったので僕はああああなんかこう「Going My Way」みたいな感じでやってたんですけど良平さんどんな学生時代でした 俺ね学校はちょっと変わった学校でねなんつうのかな私立なんだけど、うん、高速とかないのよ、うん、で完全もうなんか私服だし、うん、なんつうのかなで授業とかも特に中学はそうだったんだけどはい、はい、何を教えるかとか先生が勝手に決めていいの。だからあんまりその学校なんてのちゃんとそのはい、はい、あれに従ってないから。 なんかどっちかっていうとそっちの方がアメリカのねいわゆるなんか、ね、アメリカのスクールみたいな,たいな、ね、そうそうそう,そう,そうだから学園の数え方も一年生小学校から言うと1年生から6年生で789101112、はい、っていうそのあら全然英語喋れないんだけど<笑><笑>で,もでも良平さん結構そのなんだよ外国の方の雰囲気あります <laughs> やっぱそれ <laughs> あるあるおかしいな初めてない,いだからだ三十数年住んどるんだから <laughs> えっどうだった とかやっぱちょっとこう違和感というかやっぱありましたねでも当時のこと全然覚えてなくて逆になんかこう変な日本語を最初使っててああああそのことでなんかこう周りからやさり違うよみたいな感じで教えてもらってたりとか。うんうん でも比較的なんだろうこう周りに優しい子が多かったので特になんかなんてのいやお前なんか変な日本語だないやいやみたいに言われるわけでもなくすごくフレンドリーに逆にそれをフックにちょっとなんかとかそうなんですよいいねなんか比較的一人ずっと恵まれ続けててイルマくとは逆ですね僕は大丈夫こっからね魔界では違うからイルマく魔界はとてもいいライフですからおじいちゃん筆頭にねねえあちゅうことで次週以降も楽しんでいただきたいと思いますはい 参りましたイルマくんはイー、e、テレで毎週土曜日午後5時35分から放送中。見てね。